視聴率ボロボロの4月ドラマでもとりわけ惨敗。赤素英治、篠原良子、森本慎太郎作品、負けの必然とまずい悪循環。テレビ各局のほとんどの春ドラマが最終回を迎えた。4月期の連続ドラマでは、長谷川博己さん47主演の日曜劇場、ア<あ>ヒーロー TBSK 以外は数字が振るわなかったんです。 アンチヒーロー以外は全滅と言っても過言ではないぐらいでしたね。木村拓也さん50主演のビリーブ君にかける橋テレビ朝日系は6月20日の集会こそ世帯視聴率13.2%すべてビデオリサーチ調べ関東地区個人視聴率7.6%と盛り返しましたがそれまでは前評判ほどの数字は取れずそして現在 テレビ界で最重要視される13歳から40歳までのコア視聴率は、最終回以外は1%台を連発するなど、非常に厳しい結果になりました。ビリーブは、テレビ朝日会局65周年記念作品というふりでしたが、<れ>同作のように放送前には期待されたものの、なんでこんなことに、という厳しい結果になったドラマが多かった。赤楚栄治さん、30主演の、 R.E. リ欲望の果てに、フジテレビ系もそうでした、制作会社関係者。R.E. リベンジは、日本屈指の巨大病院、天道記念病院を舞台に、野心と復讐心が入り乱れるリベンジサスペンス。赤素のライバル役を演のは、元カンジャニエイトの西木土良、39。旧ジャニーズ事務所を退所してから、初の地上波連ドラレギュラーであることでも、 注目を集めた。赤素さん主演の RE リベンジ木曜日夜10時は6月放送の最終回も小視調率は1.2%とあまりにも厳しい結果に終わりました。ドラマは赤素さん演じる病院理事長の息子天道海人が重ねるごとに闇落ちしていくという展開で主人公がここまで嫌われてしまって 最終回をどうやってまとめるつもりなんだろうと思った視聴者も少なくなかったのではないでしょうか。全度、当初は、青臭い主人公が、権力争いを経て正濁合わせむたくましい男に成長していく。そんな展開を期待する声もあった。しかし、終盤を迎えても感情的で、浅はかな考えで動く主人公にへききしてしまった。視聴者もおり、X、9つには、 世間知らずの情熱だけで動くまっすぐすぎるカイトのお坊ちゃん成長物語として見るしかねえなといったコメントが寄せられた。その後もカイト赤楚は成長するどころか、大友文也、錦戸に対するライバル心や環境の変化で視野がどんどん狭くなっていき、大友が反対していた心臓病の子供の手術をカイトが強行した結果、オペでトラブルが発生して命の危機に、 という展開にも。最終回では、医療過護の隠蔽について、大友理事会で告発。カイトもその場で隠蔽を認め、その後に会見を開き、隠蔽を公表するとともに、会長のスベロギーチロ笹野隆七76の解任、病院が解散となることを発表。その後、大友が新たな場所で医師としてやり直すとカイトに告げ。 カイトは再び記者としての人生を歩むことになった。ところがラストシーンでは、カイトが無症状としたという病院の心理事長として満足げな表情の大友が姿を現す。それかりの表情で睨みつけるカイトの姿でドラマはエンディングを迎えた。闇落ちした主人公に共感できず離脱した人は多くいましたし、ラストは闇落ちから改心したが、 西木戸さん演じ大友が裏切って病院の新理事長に、という後味の悪い展開にもなりました。主人公がどんどん嫌われていくというある意味で斬新なドラマではありましたが、途中で視聴者が離れてしまったことが大きかったのでしょう。視聴率は爆死と言われても仕方ないものになってしまいました。同じフジテレビのドラマでは、イップス、金曜日夜9時も前評判を大きく裏切り、 低迷したまま最終回を迎えましたね。前室の制作会社関係者、篠原良子、50とバカリズム、48の主演ドラマ、イップスは、イップスに陥って小説を書けなくなったミステリー作家黒羽美子、篠原と、事件を解けなくなったエリート刑事森の哲、バカリズムがバディを組み、たまたま遭遇した事件を返していくミステリーコメディ。ドラマは、刑事コロンボや、 古畑忍三郎、フジテレビ系のように、先に犯人や犯行シーンが明かされる登場型を用い、フジテレビのレジェンド作品、古畑忍三郎を彷彿とさせることから放送前は注目されていました。ところが、最初からずっと評判も数字も良くなく、6月21日の最終回のコア率も1.4%と大惨敗で終了しました。 全土最終回は登場型ではなく、ミコ、篠原と森のバカリズムがイップスになってしまった原因である、歪な十字架模倣事件や新たな事件を追うという展開となったが、ミコが一切推理することなく、森の一人であっさり犯人と突き止めてしまった。視聴者からは、イップス最終は、盛り上がりに欠けるまま終わった。 キャスト的には名作にもなり得た夫人だったろうに、残念だ。最終回。東女ミステリーを売りにしておきながら最後は東女ミステリーじゃないんかいごめんねどうしても、古旗らべてしまうんだが、面白くなりそうで、ならなくて、そして最終的にやっぱり面白くないで着地。改めて、古旗って面白いんだなと思わせてくれた。といった声が寄せられてしまった。 主演二人のテンポのいいやりとりは面白いのですが、犯人のトリックが安易だったり、推理が強引すぎるなど、突っ込みどころもたくさんあった。ドラマに山がないというか、事件が解決されるまでの流れがあまりにも淡々としすぎていて盛り上がりにかける、という声がなくありませんでした。イップスを見るといかに、古畑任三郎がすごかったのか、いかに田村正和さん。 去年77の演技、犯人役の大物ゲストの演技が素晴らしかったのか。いかに三谷幸喜さん、62の脚本が練られたものだが、改めて実感できましたね。篠原さんとバカリズムさんという話題性抜群のキャストなのに、視聴率は最悪。6月7日放送会に至っては、コア視聴率0.8%と1%にも、満たない数字だった。 古畑のような作品を期待していた多くの視聴者が早々にそうではないと悟り、一気に離脱してしまったのではないでしょうか。前室の制作会社関係者、6月29日に最終回を迎えるストーンズ森本慎太郎、26、主演の、津なみラスす奴ら、<チ>日本テレビ系もスタートから苦戦が続いている。当初、日本テレビの4月クール、土ドラ展。 枠では、小学館の漫画原作のドラマを放送する予定だった。一部では、室強四48が主演、西越原作のタータン、だったと報じられている。2023年10月クールに日本テレビで放送されたドラマ、セクシー田中さん、の原作者の足原ひな子さん、去年五十が、望まない原作改編のダイスに巻き込まれて、今年一月に急成。 4月クールにセクシー田中さんと同じ小学館のタータン原作と報じられたドラマが放送予定だったとされるが、日本テレビは2月22日にこの小学館の漫画原作のドラマの制作を見送ることを発表。